じゃあこんにちは、はい、豊さん、はい、とうとうやっと出ましたなあ、はい、ずーっと X のトレンドになってたものです、はいはい、西武の山川穂高選手が FA ということで行使をしました、はい、彼の人生だからな、はい、だから、まあ、それはその FA 宣言をしたという、まあ、決断をしたというのは、まあ、それの覚悟があってね、まあ、したことだし、はい、まあ、それはそれで、まあ、いいんじゃないの、うん、まあ、権利ですからね、まあ、それは権利だからね、はいはい、でずっとあの西武の球団側も一応単年契約で金額を提示して待っていたと、うん、でずっと、まあ、記者からの問いに毎日毎日、いや山川選手からは特に連絡は来てないんです、待ってる状態ですっていう状態だ、この単年で提示したっていう、その単年っていうのは、まあ、前そうだな、まあ、単年っていうのはやっぱみそぎの時間だよね、はい、まあ、球団に迷惑を、まあ、あのその起訴はされてないし、はい、何もなかったことにはなったけども、はい、そのやっぱ球団としたら迷惑をかかってるということで、はい、まあ、1年間様子を見て来年、うん、複数年ってこ 来年やればね、はい、複数年っていうのは俺はおそらく用意はしてると思うんだよ、うん、ただこのまま球団側としたら、まあ、プロ野球全体にもね波紋を呼んだことじゃない、だから球団の姿勢としたらやっぱ単年でっていうことは俺は分かるような気がするんだよ、うん、そうですね、だからそれを山川が納得するか納得しないかの問題で、まあ、だけど FA をしたっていうことはやっぱ選手としたらやっぱ保証が欲しいんだよね、そうですね、人はあのどうなるか分からないしさ、だから、まあ、複数年で契約をしてくれるところを、まあ、探すということだよね、まあ、これももうしょうがないよ、うんうん、だって球団と山川の間で何があったかっていうのは知りよしもないし、うん、だから彼が決断したことだからね、まあ、それはそれでプロ野球の後輩としたら、まあ、応援はしてあげたいなというふうには思うけどね、そうですね、はい、でまあ、ずっと言われてたのが、まあ、去年のオールスターのベンチ内でソフトバンク行くのはずっていうのがずっとなってたので、まあ、そうだね、本来まあ何もなければ、うん、まあ、今オフ FA すんなりしてソフトバンクとあのままだとすんなり行ったのかなっていうのをやっぱちょっと思ってたという、うん、となると、はい、一時、まあ、今回の騒動の中でソフトバンクがやっぱ手を引くんじゃないかっていうのを言われていた、ただまあ不起訴になったということで、またここに来てそのソフトバンクっていう名前が記事にも上がってきた、まあそうだよね、はい、セミアラは変えられないというかさ、うん、まあまあ不起訴なわけだから、はい、まあ取ったっていう別にね、うん、まあいいことだし、やっぱファースト中村、はい、まあ、そうなってくると中村のレフトへの移動とか、うん、まあいろいろ考えなきゃいけなくなるよね、あとこの、まあ、DH もあるし、そうですね、うん、秋のキャンプでそのサードも守ったりとかもしていたので、例えばファーストだけにこだわらず、うん、サードもっていう幅広 いまあそうだな、ただねサードはリスクが多すぎる、大きすぎる、はい、うん、あのやっぱ勝とうとしたらね、うん、バッティングはあれだけども必要かもわかんないけど、守備でサードっていう風になるとやっぱりリスクが伴ってくるよね、はい、だからやっぱりファーストか DH っていうことをやっぱ考えなきゃいけない、じゃあもうそこに球団は限定されてきますね、まあ、まあそうだね、だから中村を今やってるファーストのね、はい、中村を外野手にまた回すか、はい、っていうことはやっぱソフトバンクだったら考えると思うしね、でもしくは DH、まあ、もちろんそうだね、うん、まあ、外国人も最近ねあそこ当たってないから、そうなんですよ、ね、まあ、DH でもいいと思うけどな、そうですね、うん、あとはこのブランク、1シーズンのブランクをどういうふうにまだ捉えるか、はい、まあまあそうだな、まあ、そこら辺はな、うん、あるけどもやっぱりイメージ的には試合のイメージっていうのはできてると思うし、はい、で、フェニックスでホームランを打ったように、はい、まあそんな衰えはしてないと思う、春からしっかりトレーニング積んでいけば、はい、多分大丈夫だと思う、あそこはじゃあ問題なくいける、問題はないと思う、うん、じゃあ一つはまずソフトバンク、はい、あとずっと中日のファンの方が山川選手来てほしいというふうに、いややっぱり中日も欲しいだろうね、はい、うん、山川選手的にはどうなんですか、中日っていうチームは、だからバンテリンがネックなんだよ、まあ、中田翔選手と一緒ですね、やっぱりいくら飛ばすっ てもさ、横浜スタジアムを味方にするかバンテリンを味方にするかって言ったらさやっぱそれはやっぱね相当なねリスクがあるよ、ありますね、まあでも気持ちよく野球をやるっていう意味ではね、まあ球場は関係ないけど山川も環境を変えてね、まあ一からっていうことを考えると、まあそんなことも言ってられないし、だからまあ中日の可能性も十分あるよね、
泣きにしもあらずですね、うん、他はどうですか。一時期巨人のな、まあ、巨人はもうないか。巨人はねやっぱもうポジションがない、うん、ないですね、うん、まあ広島も欲しいっちゃ欲しいよなやっぱあそこはずっと4番不在でさ苦しんでるから。そうですね、うん、だから、うん、ただ広島には行かないような気がするな、うん、広島も取らないような気もするし。ああまあそうですね。そうか。楽天は山川選手はどうなんですか。やっぱ欲しいよね。右が欲しいよやっぱあそこは、うん、浅村一人で右が頑張ってるような、うん、そんな印象あるしさ、はい、村林とかね右だけどタイプが違うじゃない、はい、やっぱ大砲って言ったら浅村ぐらいしかなんかこう考えられないしさ、うん、であそこに1枚大砲が入ってくると、うん、そらでかいよね。そうですよね。ファーストもできる DH もできるっていうことになってくるとな、はい、だからそうだな、まあ、楽天も欲しいかな。ロッテ、まあ、ロッテもファースト空いてるからな、はい、ポジションそれは欲しいかもな。ただその競合になった時に、うん、じゃあどこを選ぶかっていうことになってくると、はい、なんか環境を変えるんだったらなんかセリーグに来そうな、うんうん、まあ、そんな感じがするけどもね。そうですね、うん、だから、まあ、外野手もそうできないだろうもんな、まあ、ファーストが空いてて、はい、まあ、大砲が欲しいとこって言ったら、まあ、限定されるよね。ですよね、うん、まあ、山川選手複数年提示してくると思いますか。各球団はもちろん、まあ、もちろん FA で取るとしたら複数年は結ぶと思うよ、うんうん、ただ金額の折り合いがどこでつくかだよね。そうですね、うん、やっぱそこソフトバンクが参戦されちゃうと、まあ、ちょっとでもソフトバンクも金額そこまでいかない、わかんないけど、うん、どこまで出すかわからないけども、はい、まあ、どういう風になるかだよな。そうですよね、だからどこで納得するかだよ、うんうん、じゃないと納得しないとやっぱまた野球ができなくなるっていうような可能性だったわけですね。そうですね、もう FA 宣言したら西武は、うん、FA 残留は認めないっていう風になるかもわからないしね、うんうん、そうだな、難しいけどな、金額の折り合いをつけるっていうのは、うん、ああいう問題があったから、はい、どこで落とすのか、落としどころですね、うん、だからそこら辺は難しいと思うけどね。そうですよね、うん、いや本当にあの山川穂高選手、本当今シーズン本当に FA どうするのかっていうふうにずっと言われていた中での、はい、宣言というところで、はい、まあ、山川選手も一体どの球団が一体どの金額で折り合いをつけてその球団に行くのか、まあそうだな、うん、まあ、やったからにはね、はい、手を挙げたからにはもうしっかりね、はい、まあ、やってほしいし、はい、うん、まあ、活躍は見たいけどね。そうですね、はい。